シール材と違って、アルミ材を使うので、材料から洗浄装置に通すまでも、アルミは磁力が使えないので、エアーとかで全部バキュームさせて搬送したりとかするので、取り扱いにも非常に気を使って作業してます。 ラリー系でもありますんで、他の車と比べて、溶接の強度を上げるために打点ピッチ、それから打点溶接の点数を増やしております。1台1台、品質面を十分に注意して、後工程に流し、お客様に満足してもらえるように生産頑張っております。 やはり三菱のエボといえば世界に誇る自動車なので、その製造に携わることでもとても幸せを感じております。我々製造部門はその最後の1台まで高い品質を持った車をお客様にお届けするよう毎日努力しております。 Thank you.